ちょっと軽くトラウマがあるんだけど、でも行くだってここしかいい場所知らないんだもん。まあまあまあ、いやでもバスの初期地点みたいなとこから遠いし大丈夫っしょ多分。まあ、こういう軽い考えが自身を滅ぼしていくんだけどね。なんで反省しないんだろうね私は。行けー、なんか明日の夜空紹介班みたい。空へまーせーかうるせー、なんで急に歌い出してるんだろう本当に。あ、フレンジに早速あったじゃん。ウレピー、ウレピー、タノピー、ビタミン P、 ビタミン P、 新しいビタミンですねこれは。どこでやってんだあいつら。え、あ、これ私が入っちゃいけないタイプの戦いだこれ。早く逃げよう。早いんだよ。事故りすぎだって。赤い車目立つなこれ。隠れようがないもんだって。目立つくらいの方がいいけどさ。なんか音がさっきからするんだけど。このネメシスアサルトライフル当たるか。当たんね。アホかってくらい当たんね。当たった。よし、じゃあリロードして。当たっちゃったんだなこれが。地味にだけど本当に。あ、もう40人切ってる。これもしかしてビクロいけるんじゃない。すごい、すぐ調子乗る。あとさ、みんな使ってるこのショックウェーブグレネードってやつ、これさ未だによく使い方が分かんねえのよ。なんでなんかマルチでさ、あのそのあー完璧油断してた。危ねえ、あいちゃく湧いてきた。ちょっとあ、飛べるんだこれ。うるさい、うるさいなお前マジで。はい、もういいよ。なんなんだこいつは。ちょっと森林伐採するか。ちょっと森林伐採するかとかいうパワーワードなんだけど、これで移動すればいいのかな。なんかさ、あれなんか今痛くない、ちょっと、あれ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 、シミ、何をしてるのかなそんなところで。建築がキモいな、ちょっと私と一緒で。こういうのはこっちから行くと見えてんな。みんなこのランクが私も上がってくるから強くなってくるね、やっぱ。だから始めたばっかのアカウントで周りの敵もちょっと弱かったからちょっと調子乗りすぎたわ。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。